ザビッ,グシックスは、栄領黄金海岸の統一黄金海岸会議の6人の指導者である。彼らは1948年アクラ暴動の結果、逮捕された。ガーナのセディシ兵に描かれている。クワメ・エンクルマ1948年1月、ヨーロッパからの輸入品に対する組織的不買運動が発生した。この運動の目的は、国際貿易を行う西アフリカ商人協会に、 商品の値下げを要求することだった。2月、これに、複数の暴動が連なった。この運動は2月28日に終了する予定だった。2月20日、エンクルマとダンクアは、黄金海岸連隊や、王立西アフリカ編強軍として、第二次世界大戦で戦った、帰還兵と会い、不遇の立場に置かれた彼らを、抗議運動に借り立てた。2月28日、 クリスチャン・ボルグ十字路銃撃戦が発生した。植民地政府の所在するクリスチャン・ボルグ城に向かって、機関兵たちが弾丸書を提出するために行進していた。コリニインレ・ケイシが機関兵に解散を命じたが、彼らは拒否した。ケイシは部下に丸腰の機関兵を撃つよう命じ、部下が拒否すると、自ら部下3名を射殺した。その結果、アクラ暴動が診断会に進み、 外国人の店が襲撃された。これは5日間続いた。同日、これらの暴動を受けて、統一黄金海岸会議は、ロンドンの国務長官に、暫定政府に、直ちに権限を移譲するよう伝信を送った。また、会議は、ジェラルド・クリーシーを暴動への対処を誤ったとして、非難した。3月1日、暴動法が施行され、統一黄金海岸会議の6人の指導者は、 逮捕された6人は北部の辺境の地に拘留された。これ以降、彼らはザビッ,グシックスと呼ばれるようになり、人気が増していった。3月8日、複数の教師と学生がザビッ,グシックスの交流に反対するデモを行ったが、彼らは皆行方不明になった。ありがとうございます。